こんにちは、歴史家の濱田晃一郎です。源頼朝に亀の前という愛人がいたことは大河ドラマ鎌倉殿の13人でも描かれていましたし、この YouTube 歴史塾でもたびたび述べてきました。亀の前は頼朝の妻北条政子の怒りに触れて潜んでいた屋敷を破壊されるというひどい目に遭いますが、それでも頼朝は亀の前と関係を続けていたと吾妻鏡には書いています。しかし実は頼朝には亀の前以外にも愛人側室がいたんです。そのことが書いてあるのが、これまた吾妻鏡文治2年1186年2月26日の項目。そこにはこうあります。頼朝に若君が誕生したと。で、その母は北条政子でも亀の前でもありません。誰か。常陸介等の時長の娘とあります。常陸介等の時長は藤原時長という人物。幕府の御家人であって、後に伊達郡を与えられたことから伊達を名乗ります。そう、藤原時長はあの伊達氏の祖と言われているんです。子孫の戦国武将、伊達政宗はとても有名ですよね。話が少しそれましたが、頼朝は藤原時長の娘とも関係を持っていたんです。この娘は大臣の局と呼ばれていますので、これからはそう呼んでいきます。大臣の局は鎌倉の御所に仕える女性だったようですが、普段から頼朝と密かに会っていたと言われます。いつから頼朝と関係があったかは分かりませんが、子供を産む数年前からの関係ではあったでしょう。亀の前事件が1182年ですから、その約2年後ですが、頼朝は愛人の潜む屋敷を妻、政子に破壊されても、まだまだ懲りていなかったと言えましょう。しかし、またもや政子に頼朝の浮気、不倫はバレてしまう。しかも愛人に子ができたことも分かってしまう。政子の怒りと嫌悪感はすごかったようですが、この時は政子は破壊行為には及んでいません。ただ政子の怒りのため出産後の様々な儀式は中止となったようです。ちなみに大臣の局は長門の江の敷景藤という武士の家で子を産んでいます。しかしこの長門氏は政子から嫌われてしまうんです。大臣の局が産んだ子供を養育していたからなんですね。長門氏は大臣の局が産んだ男子を抱いて鎌倉の深沢という里に住まねばいけない羽目になりました。政子が何らかの攻撃を仕掛けてくる可能性を考慮してでしょうか。一種の非難と言えましょう。1191年1月23日には大臣の局に伊勢の国の領地が与えられたようです。これは本来ならばめでたいことでしょうが、大臣の局に鎌倉を離れて京都で暮らせという意味を含んでいたんです。政子の怒りと恨みがすごいので鎌倉を離れた方が良いとのアドバイスがあったんでしょう。京都に住むならばその近くの国伊勢の国の領土なら年貢などの運送が楽と判断されたんでしょうか。生活の便利を図ったわけです。そして1192年4月大臣の局が産んだこの男子の養育係を決めようと小野成綱、北条昭華、山田重弘の3人に養育係をしてほしいとの依頼がありました。多分頼朝から依頼があったんでしょう。ところがこの3人も嫌ですと拒否してしまう。政子の怒りを買うことを怖がったんです。仕方がないので長門の景国が養育係に就任。景国と大臣の局が産んだ男子は上洛、京都に登ることになるんです。京都仁和寺の柳行方言の弟子として寺に入るためです。景国と少年は5月19日に鎌倉を立つことになるんですが、前日の夜頼朝が
こっそりと現れて我が子に刀を与えたと吾妻鏡にはあります。上洛したこの少年は仁和寺に入って修行に励み、定行と名を改めます。定行は後に高野山に入っています。鎌倉幕府三代将軍源実朝を鶴岡八幡宮で暗殺した公暁はこの定行の弟子だったという説もあります。江戸時代にできた高野山の歴史を記した書物には1208年に熊野三家の途上の北条政子が定行と対面したという話が載っていますが、これはまあ定かではありません。また同じ本によると同じ年定行を次の将軍につける計画もあったようですが、北条義時にバレて計画は失敗したようです。もちろんこの話もどこまでが本当かは分かりません。定行はそうした正義向きの話や陰謀とは無縁だったように思います。もしそういった不穏な動きを示したならば、幕府、例えば北条義時や政子が許すはずがないからです。すぐに追っ手が発見されて容赦なく殺されていたはずです。1231年定行は亡くなりますが、その年まで生きられたのは政治に、まあ、陰謀に無縁だったからと私は感じています。頼朝の子二代将軍の頼家も三代将軍の実朝も最後には悲劇的な死に方をしています。そういったことを考えると定行を京都にやって仏門に入れたということは間違ってはいなかったと言えましょう。ちなみに定行の母大臣の坪根は我が子が死んだ時はまだ生きていて、定行の死を深く嘆いたようです。頼朝の子として生まれ正妻の子でなかったためにある意味平穏な人生を歩んだ定行、その最後は兄と弟の人生に比べたら幸せだったと言うべきでしょう。今日は源頼朝の愛人とその子の運命というテーマで話してきました。以上、 YouTube 歴史塾浜田光一郎でした。